私の親愛である川島直美ちゃんさんでございます。彼女はアルバムより老女の伝言。
本当に初めて出会ったのは36年半前ですね。本当に私のそのキャリアが始まるデビューの年の1983年です。で、夏ですよね。で、彼女が、あるとなるところでね、迷子になって、まあ前も話したとは思うんですけど、とかどこかで書き記したと思うんですけれども、ちゃんと聞き取れてるかどうかわからないですけどね、っていうことがね。で、もう、夜中ですよ、彼女もね。一体、あれはロビーですよね。こう大きなこう螺旋階段があるところなんですけど、そのところで、ね、私に訪ねてきて、私はそこで、勤めてるというか、まだまだ修行中の働かさせてもらっている立場の人間でしたけれども、そこにね、いててね、私、たまたま。で、言えばね、私のお部屋はどこですかみたいな形ですよ。それが、出会いですよね、のきっかけです。で、そこから、普通だったらそこで終わると思うんですよね。まあ、これが、何の因果かね、どうして因果かってね。まあ、本当に、そこから、彼女の性格でしょうね。なんかこうね、いろいろと、そこから、ざざざと、私、世間やったところで、振り返ったんですよ。そしたらね、最終的に顔を合わせたりとかしたのが2001年でした。だから22世紀行ったんだよね。ねえ、それで考えても、18年ぐらい。これは、しょっちゅう会うようなね、間があればなかったんですけれども、ある年代によって結構詰めて顔を合わせる時もあったんですよ。本当に。90年代頭ぐらいのね、良き、遊び相手というか、楽しいことをする仲間でしたね。で、これも以前にお話しさせてもらったと思うんですけど、彼女からいただいたある、180分テープなんですけどね、彼女が、私、本当に彼女のこと大好きなんですよ。なかなか CD 化になってないのたくさんありますけどね、彼女のアルバムの中で、あれが好き、これが好き、あれも良かったな、みたいな話をしてた時にね、彼女がちゃんとそういうテープを作ってくれたんですよ。で、私が修行先からね、自分の1ヶ月に1回だけ自分のその、うちにね、戻れるときだったんです。で、その時にもうね、タクシーを、業務を呼んで、タクシーが駅まで行ってくれて、駅が、目的地が駅まで着いてとか、そういう時間がほぼほぼ2時間。2時間と、その先の、そのなんか全国ね、行動時間を含めると、その180分テープが、3時間ですか、その180分テープで、鹿児島直美ちゃんの歌を聴いて、聴き終わるまでの時間で、すべてこう、終わるんですよ。そういうテープを少しぐらいでね、もうほぼほぼ1年ぐらいはずっと聴いてましたね、そのテープで。もう、すり切れることじゃないですか。その中に、今歌ったルーズの剣豪とかも入ってました。去年歌ったジェミーが、川島直美ちゃんがね、歌ってたんですけれども、作られたのは中原芽衣子さんですよね。で、このルーズの剣豪も、私は、川島直美ちゃん歌手のところが好きなんだけど、
まあ、元々はユミ、アスコーヤユミさん、あ、アラユミさんの頃ですよね、の楽曲で、そちらのファンの方の方が多いのかな、多いんでしょうね。まあ、私はアウチャーからの文章で思うんですけど。で、そうそうそう、今のアレンジもユミアレンジなんですけれどね、まあ、残念なことで、アウチャーのオケが結構大変なので、まあ、その彼女の、あ、もしね、聞いたことない方がいらっしゃったら、どうにかして一度でいいですから、川島直美さんが歌ってるルージュの伝言を聞いてほしいな。すっごくいいですからね。本当に彼女のいろんな歌たちは、私の心の中に今でもずっとあります。うん、形的にはね、もう会える形ではないのかもしれないですけれども、彼女といろいろ交わした2人しか分からない会話の内容になるんですよ。まあ恋愛のこととかもそうなんですけど、あと何でもないような雑談もそうですけど、彼女の明るい人柄にね、たくさんたくさん楽しい時間を過ごさせていただきました。それに対する私の気持ちとして、拙い歌ながらも歌わさせていただきました。 YouTube でお届けできる時間も限られていますので、私のダラダラとしたような話も止め止めなくするわけにいかないので、もうここらで来ないと配信できなくなるみたいです。ということで、ちょっといきなりですね、パッと終わるからすると申し訳ないですけど、本当に私は彼女に対して感謝の気持ちと、本当にこんな私と、なんか心を通わさせてくれたような時間が作ってくれたことをね、感謝してます。本当にありがとう。また来年、あなたに向けて歌えることを願います。私、病気とかに負けずに、それまで頑張りたいと思います。ということです。ナミちゃん、またね。またね。皆さんもここまでわざわざお付き合いくださいました。皆さんもこれからもよろしくお願いいたします。いつものごとく全然まとまりがない